んばんは。こんばんは。はい、水曜夜9時になりました。鈴木みのりです。花井美晴です。はいはい、うーん同じですね。同じです。先にそれから言いましょうか。言っちゃおうか。気になって仕方ないですよね。もうさ、後ろの背景と馴染んでさ、馴染んで、もうすごい私たち先にあの事前の収録会を終えたので、うん、もうちょっと慣れてきたんですけれども、そうそうそう、まず先に、はい、今月からですね、うん、エンカウント、うん、ルームウェアでお届けしていくことになりますよね。なりました、ね、なりましたので、うん、これからよろしくお願いします。改めてね。もっとゆるくね、もっとゆるくね、なってしまう可能性が、はい、あとですね、なんでこうなったかっていうとあの、まあ、私が割と悪いのかもしれないんですけど、いやいやいや、そんなことないよ。そう、あの私がこの番組じゃない別の、うん、それこそここにも出てくれた中島ゆきちゃんのイベントでルームウェアがいるっていう風に言われて、はいはいはい、で買ったんですよ、うん、でゆきちゃんがその関わってる別の作品で、うんうん、ちょっと名前がライオンにちなんでたから、はいはい、ライオンを選んだのね。でライオンが来たんですけど、うん、それを買った数日後ぐらいに、うん、エンカウントのスタッフさんから、うん、4月のみはるさんが選んだ衣装はこれだそうですっていうのが来て、うん、見たらこれでってなって、どうしよう、エンカウント用にもう一着買ったけど、うんうん、でもこれはもうむしろ着た方がいいんじゃないかと思って、あのこの前アイマスのライブだった時にみはるちゃんに、みはるちゃんさ、嫌じゃなかったらお揃いにしてもいいって言って聞いて、うん、なりました。ぜひということ、はい、ありがとうございます。そう、縁だね。縁です、これも。これも縁ですね、うん、私1ヶ月前ぐらいに、うん、このパジャマですよって言われて、うん、で選んでくださいって言われて、うん、ジェラピケさん の, その公式見に行って、うん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 、もうすぐ決まったの、うんうん、これにするって、うん、ライオンが可愛くて、可愛 い, いそうそうそう、だからミノリンゴもなんかそれで、うん、そうなん、しかも、ね、この絵柄のやつって、うん、ライオンと白熊と恐竜とかなんか3体ぐらいいたんですけど、そうそうそう、なんとびっくり、ライオン、2人ともライオン選んで可愛いんですよ。そう、色がねすごいなんか春っぽいよね、うん、ね、一番そう、まあ、ちょっとモコモコしてて来月どうかわかんないですけど、もう暑い、暑いね、さすがにね。そう、はい、じゃあそんな話を踏まえつつ改めて、はい、はい、始まりました、全員カウント。はい、この番組は第1第3水曜日の夜の9時からの1時間ボイスラウンジチャンネルからお送りするガールズトーク番組です。はい、これから1時間スタジオに新人若手女性声優をゲストに招き、私たち2人と一緒にトークしながら様々な縁を深めていきます、はい、YouTube でも前半は無料で視聴できますが、うん、最後まで見たい方は、ぜひニコニコチャンネルから会員登録してくださいね、はい、こちらから会員登録することができますのでよろしくお願いします。お願いします。そして皆様からのコメントも読んでいくので、どしどしコメントしてください、うん、ハッシュタグの後にエンカウントも忘れずにお願いします、うん、漢字の円にひらがなのカウントです。はい、ということで、うん、前回3月はいはい、菅野さん、菅舞が、菅舞さんが来てくださって大変、はい、そうだ、あの本当に可愛らしくて思わず見てて笑っちゃうみたいな感じの方だったんですけど、ね、意外性のある方で、ね、でも同じアニメに出てたりとかね、つながりがあったということで、うん、ね、あーそうだ、写真もまた新しく飾られたんですけれども、なんとフレームが3つ目になりました。もよちゃんと菅舞から3つ目で、うん、3つ目で、うん、はい、ということで、ね、白黒白と来てる、白黒白、これ4つ目とかに入ったら飾る場所あるんだろうか、まあ、ギリギリ4つ目ぐらいだったらありそうですけど、ね、ね、すごい、約1年でこんなにも写真が増えて、そう、もう1年、ね、ね、もう経ちますよ、もうすぐ、ね、早いわ、縁が広がっておりますよ、うん、はい、ということで、今日はどちらかというと私に縁のある方が、うん、遊びに来てくださいます。今夜のゲスト、この後登場いたします、はい、ということで少々お待ちください。
お待たせしました。それでは本日のゲストさんを紹介しましょう。ゆうきこずえちゃんです。はい、皆さんこんばんは。本当の初めましての方が多いと思います。ゆうきこずえと申します。本日はお邪魔してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コメント流れてる。コメント流れてるんで、皆さん変なこと書かないようにしてください。本当にね、緊張してるね。緊張して大丈夫、うん、はい、大丈夫です。大丈夫大丈夫です。大丈夫。冬いし、そうなんですよ。はい、本当のしガチの、そうですね。こういうところに出るのは本当に初めて、ね、生放送が今日で初めてという。そうなんです、ね、生放送初めてなので、ちょっと口から胃が出そうな感じがあるんですけど。久々に聞いたそのことは、ね、口から胃が出そう。そうです、はい、オーディションとどっちが緊張してる。オーディションは結構、なんだろう、一人で撮ることが多いんです。なんか、うん、皆さんが見てらっしゃる生放送は、はいはいはい、なんかね、放送禁止用語とか言っちゃダメじゃないですか。なかなか、ね、数多くある言葉から禁止用語選ぶことってなかなかないから、はい、そうそう、大丈夫だと思います、はい、多分大丈夫だと思います。皆さんよろしくお願いします。すごい元気が、元気、もう21時だけど、どうテンションで大丈夫か。朝中の気持ちで、はい、お昼の気持ちで頑張ります。お昼の気持ちで、別に夜の気持ちでも大丈夫なんですけど。2人の縁はどういう感じなんですか。はい、私たちの縁は、うん、出会いもんという、うん、もう今日から放送が始まるテレビアニメの、うん、ヒロインと、はい、そのヒロインの仲良しな、うん、バイトさ、バイトの女の子をやっているんですけども、うん、そのご縁で、まあ、収録から出会って、うん、どれぐらい、ま、半年1年くらい、半年ちょっと過ぎたぐらい、うん、1年ならないぐらいで経ちましたけど、はい、そうね、収録の番組とかも一緒に撮ったりとかして、うんうん、でアフレコ自体はすごい毎回会ってたわけではないんですけど、うん、私のお出番的に、ね、だけど結構なんか距離は縮まったんじゃないかなって思って、なんか、うん、最初に収録が一緒になった時に、うん、私本当にそういうのも全部初めてだったので、うん、すごい緊張してたんですけど、うんうん、その初めて収録一緒になった回で、うん、帰り道にね、一人でちょっとトボトボ歩いてたら、うん、後ろから声をかけてくれて、でなんか、よかったら駅まで一緒に帰らないみたいなことを、嬉しい、本当に優しい、なんかみつるちゃんみたいな感じだと思って、そこから、うんうん、でなんか、うん、結構出会いもんはベテランさんとかが多い現場だったんですけど、うんうん、みのりちゃんがねすごい近くて、そうなんです、なんか唯一こう近い感じで喋れる方っていう感じで仲良くさせていただいてます。うん、嬉しい。そんな感じで、みはるちゃんは初めまして。そう、初めましてです。初めまして。ほとんどの方が私は初めましてになる。これからそう、これからちょっと 広がっていきたいなと思ってます。深めていこう。よかったら、ね、お友達になってください。もちろん素敵。ツイッターでもつながりました、ね、つながりました、はいはい、よかったよかった、はい、ということで、うん、ここからは視聴者の皆様から届いているお便りを紹介していきたいと思います。はい、それでは読んでいきます。うん、ゆかりネームメガゾウさんからいただきました。ありがとうございます。みのりちゃん、ごめんみのりちゃん、ルンルン、そしてゲストのゆうきさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みのりちゃんのツイートを見たら、ゆうきさんは今回が生放送初めてのこと、初めてとのこと、うん、新しい年度が始まり、少し環境が変わった自分にとっても、新しいことにチャレンジされるゆうきさんを見るのは他人事とは思えず、お今日の生放送は自分ごとのようにドキドキしながら応援したいと思っております。MC のお二人はエンカウント含めいろいろな生放送に出演されていますが、うん、初めての生放送出演時はどんな感じだったか。いつだ。ではでは、今年度もエンカウント楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。始めます。初めての生放送覚えてる。いつだ。私でもアイマスの関係だったんじゃないかな。かなぁ。え、なんだっけ、なんだっけ。ちょっと、みはるちゃんのオタク、みはるちゃんのサイコさん、じゃあなんか、
なんだっけね。あの、そう。デレラジか。ラジオはデレラジで、生放送とか、ラジオもそう生放送だけど、映像とかっていつだったっけね。ね、忘れちゃったよ。でも、アイマス関連かな。いや、うん、アイマス関連だと思う。みのりんごは？私は、うん、生放送って言っていいのかわかんないんですけど、うん、あのデビュー作の作品のフレイヤっていうキャラを演じるのはこの子ですっていうので、うん、もうが生配信のなんか制作発表会みたいな、うん、土平日だった、学校休んで東京来て、うんうん、なんかあの大人たちと一緒にすごい、だからすごい、あの初めて世の中に名前が出るのが生配信だった気がする、うんうん、でも番組で言うと、うん、多分鷲崎さんがいらっしゃった番組だ、うん、なんじゃないかなって、いや早見さん MC していらっしゃらなかったと思う、本当になんか秋葉のとある、うんうんうん、あのなんとか X っていうシアターみたいな、はいはい、もう今ないのかな、うん、あるかなギリ、なんかそんな感じでした、あ、電波ですね、あ、UDX でやりました、うんうんうん、そうなんです、お客さんはいなかったんですけど、関係者のなんか記者みたいな人はいっぱい、うわ緊張しました、うん、緊張しました、しそう、うん、そんな感じでした、うん、ゆうきさんも今日が初めてね、なんか光栄です ね、 ね、なんかこの番組で本当に良かったなと思って、あ、ほんなんか良かったのかなっていうか生放送そう本当に緊張してって、そのみのりちゃんにちょっとその、ね、先日 LINE して、はい、緊張するんだけど大丈夫かなみたいな LINE をした時に全然緩いから大丈夫だよっていうだってパジャマ着てるから初めてがパジャマなんだ ね、あ、そう、なんかね、今月からなんですよね、そうなんです、そうなんです、貴重な回にお呼びいただいてそう、なんなら一発目ってことだもんね、うん、まあなんかお祝い事でパジャマはあったんですけど、うん、そうそうそう、わかんない、こう我々みたいにさ、うん、もう5年後ぐらいにはさ、うん、初めての生放送なんだっけってなるかな誰がいたっけって言われちゃうかもしれない、誰がいたっけ髪飾りもすごい可愛い ね、 ねこれさ、うん、こっちか、突っ込んでくれてありがとう、うん、これはあのね、私を知ってる方は知ってると思うんですけど、うん、あの私が演じるあの出会いもんの、 あの女の子が、うん、あの原作でつけてた、うん、あの髪飾りと全く同じものを、うん、あの作者の先生にいただいて、うん、この出会いもん関連 の、 あの現場には毎回つけてくるようにしてるんですよね、うん、うさぎのおまんじゅう、原作持ってる方はちょっと探してみてください、つけてるんでこれ、うん、かわいい、今日もお供に来てもらいました、うん、素敵かわいい、じゃあ続いていきましょうかね、うん、そんな出会いもんのお便りですかね、はい、うん、ゆかりネームエルピョンさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ルンルンみのりんご、ゲストの小杖ちゃん、こんばんは、こんばんは、小杖ちゃん、こんばんは、ちょっとほっとしちゃった、うんうん、もう夜だからね、うん、パジャマだしね、そう眠くなっちゃうね小杖ちゃん、そしてみのりんごもご出演されているアニメ出会いもんがいよいよ今夜から放送が開始されますね、キービジュアルからすでに心温まる雰囲気が漂っており、どんな展開を見せてくれるのかとても楽しみな一作です、ということでなんとアニメの告知があるそうですね、うん、ありがたい、うん、はい、ありがたい、じゃあせっかくなんでいいですか、はい、はい、出します、お、はい、わ、見えるかな、かわいい、じゃん、こちらはですね、はい、2016年にヤングエースで連載開始しました、うん、主玉のハートフルストーリーコミック出会いもんです、うん、かわいい、ついに今年アニメ化されました、うん、うん、これはね、うん、みのりちゃんもね、うん、出てるんだよね、そうなんです、うん、詳しいことは後で話すのでまずはね、紹介の映像を、はい、紹介 VTR をまず皆さん一緒に見てもらいたいと思います、うん、はい、はい、どうぞ、約束を交わしたこの手を和菓子がつなぐハートウォーミングストーリー、私は出会いもん、ご覧の時間で放送開始。
の。フードスターの国。これは、これはね、はい、あの知ってる人は知ってる栗まんじゅうお麺でーす。はい、お麺でーす。あ、おまんじゅう？そう、一応栗まんじゅう。まあ、いろいろあって、こうなるんだよ。アニメ見たらわかるんだけど、うん。アニメ見ていただいたらわかるんですけど。その気になる感じ。はい。まずはじゃあ、あの、出会いもんがどんなお話なのかを、ちょっと紹介させて、はい、いただきたいと思います。わかった。栗のままね。うん、はい。はい。出会いもんはですね、うん、夢を追って上京するも、父の入院を知らされ、うん、実家の和菓子屋、緑昌を継ぐことを決めた、入りのなごむさん、うん、でも店には後継候補で看板娘の少女雪平いつかちゃんが、入りの家に居候をしながら働いていました、うん、なごむさんはいつかちゃんの親代わりを任されるんですけど、うん、一度はね後継を断ったことを理由に冷たい態度を取るいつかちゃんと働いていくうちにそんな彼女のある一面を知ることになります。京都を舞台に人と人を和菓子がつなぐ心温まる絆の物語です。はい。いや、本当このお面もなんですけど、うん、まあ、これはあの先日出会いもんの先行上映会っていうのがあって、うん、私は参加してなかったんですけど、小杉ちゃんとか参加して、ね、そこでお客さんに配られたようで。あ、そうなんだ。そうなんです。で、結構な量を、うん、あのスタッフさんがご準備されたようで、そうそうそう、うん、なんかお手に入る手に入る機会がより増えたらしく、そうそう、なんか私も念願の国まで、うん、やる？え、大丈夫？大丈夫。これね、そのトークショーの時に、うん、お客さんみんなにつけてもらって、私たちもつけて、うん、全員で記念撮影をしたんですけど、すごいすごい光景になってるので、ちょっと見てください皆さん。ね、だいぶすごい光景になってるんで。いや、本当にお面もそうですし、こうやってね、あのキービジュアル出させていただいたり、うん、映像をね、あの出させていただいたりとか、はい、かなりエンカウントのスタッフさんもすごくノリノリでやってくださいますし、あの出会いもんのスタッフさんもノリノリでやってくださったとお聞きしていて、あのこんなにあの公式さんが号を出したらエンカウントはここまで宣伝をさせていただけるんだということを、あの、うん、改めて実感したんですけど、そうですね、はい、まあ、そんなほっこりするお話でありつつ、そうですね、じゃあ私たちが演じるキャラクターをちょっとご紹介しましょうか、うん、しましょう、はい、うん、私たちが演じるキャラクターはこちらです、はい、うん、かわいい、こちらです。はい。はい、うんうん。こちらは私の演じる雪平いつかちゃんという女の子ですね。うん、先ほど紹介したんですけど、うん、入野家に居候をする緑昌の看板娘の小学5年生の女の子です。うん、はい。で、あのすごい真面目でね、仕事ぶりから、あの店主のね、なごむさんのお父さんからも正式に後継ぎとして認められているくらいで、あの突然戻ってきたなごむさんのことをちょっとライバル視してる木という感じで見てる女の子になります、うんうん、はい、そして私が演じている、堀川満はですね、はい、小学生ではなくって高校生で、緑昌でアルバイトをしている高校生の女の子です、うんうん、手先が器用で両親に代わって弟たちの世話をしているって、かなり弟たち人数多くてですね、あのしっかりした面倒見のいい女の子なんですけれども、うんうん、あのちょっと夢があって、その夢をどう追っていくか追わないのかとか、うんうん、あとはちょっと恋心を抱いたり抱かなかったり、うん、妄想したりしなかったり、うんうんうん、結構かなり表情豊かな女の子になっております。ぜひよろしくお願いします。アホ毛がかわいいね、かわいい、ね、ピヨンってなってて、ね、本当にまっすぐでいい子ですね。表情豊かな子です、うん、他にもね、うんうん、あの豪華な声優さんたちが演じていらっしゃる個性豊かなキャラクターが本当にたくさん出てくるので、はい、ぜひ見てくださいね、はい、1話から結構いろんなキャラクター登場すると思うの で、うん、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。はい、私とあのみのりちゃんが出演する出会いもんはですね、うん、はい、あの本日のタイミングが良くて余計にね、こんなに告知させていただいて、本日のあの4月6日より放送スタート始まります、うん、ATX がですね、はい、あの毎週水曜日23時30分から、はい、で東京 MX ほか毎週水曜日
25時35分から最新話を放送します。はい。はい、他にも、KBS 京都、サンテレビ、BS11 などで放送するので、うん、よかったら見てください。はい。ということで。はい、あ、配信の話です。あ、配信。配信は、いっぱいあるんですよ、配信サイトが。で、そうなの、D アニメストアとか、うん、ニコニコなどで視聴できますので、はい、ぜひチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。で、はい、今日ちょっと放送日ということで、お二人にお土産があるんですよ。はい、お、なんだ？なんですか？この撮るタイミング見失ってるよ、私は。待って、ちょっと。今外しますか？はい、こちらになります。はい、あ、かわいい。かわいい。何これ？これはですね、はい、はい。何ですか？何ですか？はい、こちらはですね、はい、今出会いもんと京都の和菓子店、はいはい、山科成美餅さんが、はい、コラボで作ってる、うん、よもぎ醤油饅頭なんですけど、うん、ちょっと見てほしい。よもぎ饅頭、実際に作品の中にも出てくる、うん、よもぎ饅頭っていうものを、はいはい、作っていただいて、で、うん、販売もされていて、これ実際に1話に出てくるの、うん、そのままなんですよ、うん、すごーい。こんな感じかな。はい、なんかパッケージもそれすごいね、かわいい、ね、超これも今買うとこれがついてくるっていう、いやー、かわいい。キャンペーン中なのでぜひ皆さん食べてみてください。はい、もうただのコラボじゃなくて本当に出てくるものですし、味がもう本当に美味しくって、味美味しいね。なんか作ってくださったお店さんの方によると、よもぎのこういうお饅頭って結構珍しいらしくって、あ、でもいろいろこう漫画に合わせていろいろ試行錯誤して作ってくださったっていう風に、ありがたい。実際にお店にとある事情で行った時にとある事情でね、はい、ぜひぜひ食べてみてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでめっちゃがっつり今日は出会いを紹介したんですけれども、ここからは梢ちゃんのお話たくさん聞いていきたいと思います。はい、そろそろ最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーは、ゆうきこづえのマイプロフィール年表。はい、このコーナーではゲストの方のこれまでの人生を年表にして振り返り、声優としての歴史を知ってしまおうというコーナーです。ゲストの方がどんな幼少期を過ごし、どういったきっかけで声優を目指したのかなど、様々な経緯を年表にして書いてきてもらいました。はい、ということで早速、梢ちゃんマイプロフィール年表をオープン。はい、ダダン。はい、私の年表です。うん、はい、これは一回つらっと、紹介させていただきます。お願いします。はい、上からいきますね。5月26日午後3時40分 3730g で丸々と爆誕しました。爆誕ありがとう。はい、爆誕大きいね。大きかったんですよ。なんか赤ちゃんルームでも一番大きくて、ね、今全然ね伸びなかったけど、いや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 赤ちゃんの時が一番でかかった説がありますね。そんなことないよ。はい、次に行きます。幼稚園。はい、幼稚園は人間性のピークっていうか、文武両道、優秀な人材でした。人材？人材ってすごいね。なんか、なんだろう、体操教室とかにも通ってて、はいはい、で、なんだろうな、ひらがなワークとかやりました、幼稚園の時。なんか、幼稚園の時やってないかも。やってて、それも結構一番できるみたいな感じだし、今と違ったんですよ。なんか、今と違ったの？泣き虫な子の、お面倒みたいっていうか、なんか、そういう感じのお姉さんキャラだったんですよ、この時。この時が多分本当にピークでしたね。ピーク。はい。で、小学校、のびのびと生きる。これですね、小学5年生の時に、友達の一言で声を使った職業に就きたいと思い始めます。そして、中学校、名前のかっこよさだけで生徒会入りします。おー、すごい。はい、そして本格的に声優の道を目指し始めたのは中学生の時ですね。うん、はい、そして、高校、自由な毎日、うん、屋上から出られなくなる事件がありました。ね、すごい怖い。すごい怖い。はい、そして、
専門学校ですね。ここが青春のピークかな。毎日本当に授業を朝から晩まで詰め込んで、うん、仲間たちと切磋琢磨して、はい、声優の専門学校に通ってました、うん、そしてリマックスに入り数年2021年ようやく初めてオーディションに合格しました。出会いもん、はい、出会いもん合格ですという感じの伝票なんですけれども、はい、うん、はい、じゃあ一個ずつ詳しく、はい、ね、はい、お話聞いていきましょうか。はい、そんな細かく書いてくれたの初めてじゃない、ね、生まれた何時何分に。そうそうそう、下書きしてきたんですよ。そうそうなの。これを書いてる時に見てしまった、あの、うん、A4 のコピー用紙みたいなのにシャーペンで一生懸命これ通りに書いてきてくれて、しかもエンカウントも何話か、うん、あの見てくれたみたいで、だから爆弾も多分言わなくても書いてくれるっていう真面目な、もう本当に、はいはい。すごい。でも覚えてる自分のさ生まれた時間まで、うん、私覚えてないんだよね。お母さんに聞いたら絶対わかると思うんだけど、うんうんうん、すごい細かく。あ、これは母子手帳を見させて、ね、あ、そこまで振り返ってくれてありがとう。いやいや、大きい子で、うん、生まれまして、はい、うん、幼稚園に入って、はい、文武両道、はい、うんうん、さっきね、言っちゃったから言っちゃったから、 言っちゃったから。じゃあ言ってない小学校から行きましょうか。はい、ね、小学校、この5年、うん、小学校が結構なんだろう、本当に自由奔放に生きてたというか、うんうん、もうやりたいことやって生きてた時期で、うんうん、もうなんだろう、学校で騒ぎ、放課後は友達と遊び、うん、家に帰って好きなことして寝るみたいな感じの生活だったんですけど、うん、はい、あのちょうどね、いつかちゃんと同じ小学5年生の時に、うん、あのこれは縄跳び大会があったんですよ、うん、はい、ね、縄跳び大会ありました皆さん。あった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 よ。あった。なんかその私のところの小学校は、うん、友達とペアになって、うん、あのその飛んでる友達が飛んでる間に、うん、私が応援するみたいな、そのペアの子を応援するみたいな、あのやり方の縄跳び大会だったんですけど、はいはい、うん、あのその時に私がもう全力で応援してたんですよ。うん、もう頑張れーみたいな。あ、素敵。そしたらなんか、こせいちゃんの声で応援されるとできる気がするみたいなことを言ってくれて、その友達が、うん、で、まあなんだ、単純だったもので、うん、いやいや、私の声にそんな力がみたいな、かわいい、だとすればこれはそんな仕事に就いた方がいいのではみたいな、うん、ね、ちょろくね、嬉しい、そこなんだ、ね、はい、嬉しくて、うん、でもこの時はまだ声優さんっていう職業も知らなかったので、うんうんうん、ただ漠然となんか声を使いたいなぐらいでしたね、うん、アニメとかそういうのもまだそんなに触れてない時期だったの？いや、なんか、うん、あの三種の少女漫画っていうのがあって、うん、あのチャオ、リボン、仲良し、うんうん、チャオ、リボン、なんか誰か、どれかは通る、読んでるね、うん、そうそう、で、なんかそれのアニメは見てたかな、何だったかあんまり覚えてないんですけど、ピチピチピッチとか、あ、そうだ、そんな感じ、東京ミューミューとか、同じだ、じゃあ、そう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 、フルムーンを探してとか、あ、あった、歌ってた、キラリンレボリューションとか、そうそう、そんな感じの、ね、その三種の少女漫画のアニメは見始めてた頃かなと思います。そして中学校、中学校は名前のかっこよさだけでまず生徒会に入りましたね。これはあの、そのアニメを見始めたので、うん、アニメって生徒会がすごいかっこいい書かれ方をされるじゃないですか。確かに、私も生徒会の一存がめっちゃ好きだったので、ね、腕章とかつけて、うんうんうん、なんかバッバみたいな、うんうん、でも実際つけない、つけないのよ、つけない ね、 ね、つけないのよ、謎のね、そう、権力をそう持ってる会だと思ってて、うんうん、まあ、生徒会に入ったはいいものの、うんうん、まあ大変だった、うん、なんかかっこいいからって入るべきではなかった、役職はどこだったの？会計なったんです。会計が、先輩が全部できちゃって、私は何もしてなかった、会計だけど何もしてなかったですね、うんうん、はい、でこの時期ちょうどあの中学2年生の時に本格的に声優を目指し始めることになりました。なぜですか？気になる。これは、
この時ちょうどゲームもやりだしてた時期なんですけど、うん、とあるゲームをした時に、うん、まあなんだろうな、バッドエンドというか、うん、まあ、分かる人には分かる非連エンドというものにたどり着きまして、非連エンドってワードで分かる人は分かる、分かる人は分かる、みんなコメントして、私は非連エンド分かるかな、分かりますかね、うん、あーって言ってる人いる、ああそう、非連エンドで、うんうんうん、そのシーンもそうですけど、声優フルボイスのねゲームだったので、うん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 、声優さんの演技がすごすぎて、うん、私は衝撃を受けて、うん、3日間寝込んだんですよ。3日間寝込んだんですよ。で、そこで、なんだろうな。